だけどあなたのお父さんは本当にいい男だったの。照れてばかりいて大切な子。あなたは沢村のお嬢さんか。立派になった。お前何かあったのか。笑いながらエスケープか。青春だな。風間さんに聞きたいことがあるの。ん？カルチェに乗ってたし。何？うん、